はいどうも、マサです。今回はですね、黒カレイっていう魚です。こんな感じ。だからこれ厚みわかる？やばくない？俺めちゃくちゃ魚屋行くんだけど、俺こんなに腹パンパンなカレイ見たことないんだね。化け物だよこれ、やばいと思って買いました。黒カレイはね、まあ、どんな特徴があるかっていうとね、まあ、裏面のね、このヒレの模様が俺は好き。好きです。でちなみにね、このまな板44センチなんで、このカレイも44センチぐらいか。腹パンパンすぎじゃない？まあこの感動が伝わるかわかんないけど、さばいていきましょう。鱗落としていきましょう。カレイの鱗はね、クソ落ちづらいんでね、超めんどくさいんですけど、まあ丁寧に。あ、鱗薄っ。わけわかんない。まあ最悪ね、この包丁入れるところだけ取ればね、いいんで。鱗取りなんで。中身何入ってるかな。卵が嬉しいな。え、すごい、これパンパンすぎでしょ。カレイの肛門ってここにあるんだけど、なんかさ、何か出てきそうな雰囲気あるよね。カレイって普通頭を落としてからやると思うんだけど、ちょっといきなりこっから包丁入れてみようかなと思います。なんか出てきたよ。これやば、シロアリの女王アリみたい。分かる人は分かるでしょ。あのシロアリの女王アリちょっと食べてみたいと思ったことある人今ないるでしょ。やばやば、こんなでかい卵ある。え、ちょっと待って待って待って、頭の先までやば、尻尾の先まで全部卵だよ。やばくない？体の半分卵だよ。やばやば、ちょっと待って、語彙力がないな。なんか素晴らしい言葉で言いたい。もうなんか人間の肝臓みたいだね。ちょっと頭、ここをちょっと切ってみようと思う。取れた取れた取れた。え、すごい。あ、反対側ともつながってるんだ。ちょっと怖いけど、ひっくり返す。ちょっと待って待って。これで、OK?OK? 多分ね、この辺から包丁入れればいいんだ。ちょっとこれ下手くそになってるけど、これカメラを避けてやってるから下手くそになってるだけど、俺めちゃくちゃうまいから。ちなみにね、このカレー聞いて驚くなカレー800円です。800円でこれだよ、すごくない？もうね、ちょっと卵傷つけたくない俺は。なるべく完成した状態で、卵って二対なんだけど、その二対の状態でみんなに見せたい。さっきの方に戻してみよう。あー、ちぎれた、ちぎれた。ちょっと待って、ちょっと待って、これやばいって。ほら、ちょっとカレイとの比較画像やばすぎでしょこれ。ちょっと多分伝わんないと思うからさ、ちょっと俺の iPhone をここに置かせてもらう。汚いけど、ちなみに iPhone8 です。めちゃくちゃでかい、すごい。内臓、内臓こんだけだよ。内臓ってさ、こんなコンパクトだったっけ。この下にある方が全部の内臓で、こっちが卵。すごいね、母親って。プロテインの塊です。刺身を食いたいの俺全部から、ちょっと刺身にしましょう。あーやべえ、胆のう潰れてる。何この身、なんか誰一人としてピンとこないと思うんだけど、油ツノザメの身みたい。刺身には向いてない身だね、どう見ても。カレイってさ、もっと白くなかったっけ。タラみたいな真っ白い身だね。とね、皮も引きにくいね。こんな感じだったっけ、黒カレイって。なんかもっと全然違う感じだった気がするんだけど、やっぱ卵を持つと全然違うのかな。はい、縁側で身、めっちゃ本当になんかモウカザメとかアブラツノザメみたいな身してる。ここを食べよう。刺身ができたんですけど、ちょっと食べてみます。
なんかね、美味しくないエビみたい、生エビみたいな感じ。刺身はやっぱ向かないね。卵でしょ、煮付けにしていきましょう。でかいけ、うわー、でけー。水、醤油、日本酒、久保田110。ちょっと待って、どうしよう、唐揚げにするか迷うな。ちょっと1個唐揚げにしよう。うん、煮付けはこれでアルミホイルで落とし蓋をして、まあ弱火で15分ぐらい茹でたらいいんじゃね。じゃあ塩、胡椒で片栗粉をまぶす。油にぶち込もうか。なんか、かけてきそうで怖えな。おお、味がついてなさそう。じゃあまあ先っぽの味がついてそうな部分を食ってみようかな。いただきます。まあ、うまい。まあまあうまい。ね、パサパサ。縁側死ぬほど脂なってる。普通の身の部分も、なんかね、身はね、好き、これ。すごい柔らかくて、癖がなくてっていう感じ。煮付けとして92点。うまい。いや、これ絶対うまいと思うんだけど。いただきます。こんな感じですね、たらこみたい。いや、うめえ。マジでなんかエネルギーを凝縮させたような味がする。めっちゃ濃い。卵の点数が難しいな。83点。めちゃくちゃ分厚い。やば、俺食いきれないぐらいの魚卵を食いたいっていう夢ようやく叶えられるわ。その中で今回動画を終わらせていただきます。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画いいなと思った人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。みんなも魚好きしよう。バイバイ。もうお腹いっぱい。